開門しました。今日は J2 リーグ第10節 FC 琉球戦です。ヴェルディは3試合ドローが続いています。今日は気持ちよく勝ってもらいましょう。そして今日は藤本寛也選手のラストマッチです。藤本寛也選手の勇姿を目に焼き付けましょう。いただきますよ。ご協力お願いいたします。本日は東京ヴェルディホームゲームを起こしこちらではヴェルディファミリー T シャツ販売しています。ヴェルディカラーの緑とゴールドを使った T シャツと、そしてこちらの今回イエローも準備されました。これ少しブラジルカラーを意識しているそうです。そしてバックにはヴェルディファミリーの各クラブそしてスクールの名前がずらーっと並んでいます。いかがでしょうか。こちらはヴェルディラジオのブースです。ヴェルディラジオスタートしています。試合前にアプリをダウンロードすればどなたでも聞くことができるそうです。解説にはあの元ヴェルディ時和聡さんも登場しているそうです。ぜひ聞いてみてください。さてホームゲームイベント恒例のキッズパークが今日から、再開しました。このように子どもたちは、キックターゲットで楽しそうに遊んでいます。イエーイ。何が出た。森田、誕生日の森田。さてこちらがヴェルディのサポーターの集まるゴール裏の入り口なんですが、ご覧ください。手拍子と声で共に戦おうといつも貼ってあるんですが、そこにバツマークがついています。まあ、新しい応援方式で、一緒にチームを盛り上げていきましょうということなんですね。入り口入ってすぐこちら左の扉には緑の頭脳藤本寛也、このポスターなんですが今日は至る所に貼ってあります。そして中に入って一番最初に目に飛び込んでくるのがあちらです。ちょうど向かい側、あちらがいつもならアウェー側のゴール裏ということなんですが、カンヤという文字が浮かび上がっています。今ヴェルディのバスが到着しました。永井監督が今スタジアムに入ってきています。永井監督、今日はお互い攻撃的なチーム、いい試合になるんじゃないかと、そんな話もしていました。奈良輪選手の姿が見えます。そして佐藤選手、今日はスタメンということです。そして小池純喜選手です。小池選手、今季はまだゴールが取れていないので、早く自分のゴールを取ってサポーターを沸かせたいという話もしていました。高橋翔平選手です。花戸選手の姿も見えました。そして藤本寛也選手です。藤本寛也選手、ポルトガル一部リーグへの移籍が決まっています。今日がラストマッチ、試合後にはセレモニーも行われる予定です。
でそして、森田選手の姿も見えました。山本理人選手です。で今日は久しぶりのスタメンです。期待しましょう。藤田選手です。でそしてマテウス選手です。で今日も無失点を期待しましょう。すごい変な履いてんの嫌なんでしょ嫌なんでしょ雰囲気だし雰囲気せえしろ誤解しろ投げろ何よ方法のモーターですさあ高橋翔平、平智弘の2センターバック、左強奈良和が入ります。で中盤の底に山本が入って、インサイドハーフ森田と佐藤の様相で、花戸がこれが一番前かここに入るかというところで、さらに井上とこのゲーム最後にポルトガルに行きます。藤本入ります。
藤本、一度ブロック作った琉球、その間ギャップをつこうというベルディ、その間をつきました。若さがあの位置から、うんうん、いや面白い攻撃ですね、はい、あの若狭選手のポジションというのは非常に面白いですよね。特にこの高橋翔平選手が帰ってきたというのは非常に大きいですよね、うん、今守備が安定しているのは彼のラインコントロールであったり対人能力の高さによるところは大きいですから、はい、ワイドに藤本流して森田間で受けます、ターンした花と中にスルーしたダイレクト右足パケ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 パいたスペースに森田選手が今入ったと。右には森田です。ここワンツーでさあ崩したカットインしていって逆に奈良場がいます。まあ、あの作りの時には奈良場が高い位置を取って後ろが3枚で抜け出したんですけどね、うん、もう一個早いタイミングで決断してあげても良、うん、かったかなというふうには見えましたけどね、はい、琉球はここマンツーだ。ニアサイドに1点ボールがと中途半端ですがバーを越えました。ゴールキックの判定です。チームとしては本当にありがたい選手。おおいい形だった井上翔、井上仕掛けたスルーパス出した花とは、うん、折り返しはしっかり入ったのがリオンジです。ここを狙っていってさあ取った顔を上げて探す藤本、外森田が回るが中使う、中入れていく、ちょっとキープ遅れた、うん、おお印象ですかね、うん、サイド変えます。藤本かいやワンタッチ流しました。森田、森田につくのがリオンジ、さあ繋いだ山本、逆サイド狙う、そこフリーだ、ヘディング、いや今は折り返しだったんですかね。いや今のはいい。井上潮、さあ左に出した、中3人、グランダーのボール入る、収めた、戻した、左足インサイド、藤本寛也、利き足のシュートでした。前半終わって0対0です。それからあ山下も入りますか。お井上と山本が下がります、うん、まあ、ですので藤田はそのまま中盤の底に入るでしょう、はい、選手の交代は5人までです。でこのハーフタイムを入れずに3回交代することができます。左ワイドに使って奈良和です、うん、ワッタッチで前を向いた森田、中入ってきた藤本、藤本を狙った、もう一度森田中で交錯はゴールキックになりました。ちょっと2人痛みました、痛かなと思います。まあ、リオンジ選手一つ二つよく体張りましたね、はい、ベルディの方は森田が下がって井出春也が入ります。その裏に通った対応、今奈良和です。阿部拓磨入ってきた、阿部狙っていった、いわゆる庭上を狙っていったかと思いますが、はい、おこれ前からプレッシャーをかける、回ったかける、おお取り切りました。さあチャンスベルディ佐藤、中も欲しがとラストパスが、今選択肢は右左2つあったんですが、
奈良もまた今中に入っていってそこ入っ攻撃に参加しようかというところです。山下がクロス落とした。おしゃれな落としでした。ですから今ちょうどこの左側にいるのが変わった3人です。面白い。福村、山下をかわしていった。山下さて間で受けてまた人数かけていく。鈴木も来た、一つ来た、井出春也、井出春也、降りた。今はクロスだと思うんですけどね。消されてダイレクトに飛び込む。今ちょっと中でやり合いましたが、これか。今レフリーがアシスタントレフリーのと一緒に今話を聞くところです。まず高橋にイエローカード。あのカードはおそらく反スポーツ的行為とか、まあ、そういうところに該当されたんだと思いますけど、まあ、プレーとしてはプレーの中では反則があったわけではないですからね。やはりあの中でのファールをということでそのままのペナルティーエリアの中でのファールでしたから PK ということになりました。アディショナルタイムがいくつあるかというところになっています。キッカーが阿部です。ラストワンプレーかツープレー、藤田運んでいく。藤田のクロス逆サイド、もう中倒れたがそこをアピールしますがここで長い笛。1対0琉球が勝利しました。だね。またいつ会えることになってくる。